ん、おはようございますあと2日っすねあと2日あと2日ですよあと2日あと2日ですよあと2日あと2日ですよあと2日何があと2日なんですかね何があと2日なんですかね 久保さん久保さん何があと2日なんでしょうね今回のテーマはですね自分の人生に正直に生きれない人ここに行きましょうこう思ってるけどやらないあんなものを買いたいけど買えない買おうとしない まあ買おうとしないっていうのが正しいかもしれないですね、うん、買えないから、うん、買いに行きましょう買いに <laughs> 買いに行きましょうよう歩けばね買いに行けますよ散歩ね散歩散歩ですよクオさん 寒いっすね。寒くても歩けば暖かくなりますよ。あ、久保さん。みんなの銀行、また入金ありました。今、プッシュ通知が入ってきた。いくら入ってるかな今日は。みんなの銀行。で、この後みんなの銀行動画撮りますよ。みんなの銀行。毎日入金ありますね、今。 ありがたいそうあのねあのー、この前あのー、なんだあのー、報告いただきまして吉谷さんの紹介コードから「みんなの銀行入れて1500円稼ぎました」みたいなね頂い,いたんですけどまあその方はあの知ってたんですよ存在を「みんなの銀行」で。 みんなの銀行知ってて、あのー、やらなかったんですよ。で、やらなくて、で僕はいろいろ言ったんですね。だからその方は、あのー、なんだ。ま、あ今年いろんな教材を買い、いろんな教材っていうか、ま、30万くらいかなんかいろいろ買ったらしいんですけど、まあ、全然ダメだったと。うん。それ全然ダメな理由は、 教材じゃないですよと自分ですよというお話をしてうん僕はね事例を出したんですよあこれセルフバックで300万円にしましょうか久保さんタイトル <laughs> パンチの <laughs> あのー、セルフバックなんかみんな知ってるよとそんなんで稼いでもしょうがないよと言うんだけど あの300万稼いだ人もいるよと僕も最近セルフバッグやりましたけど <laughs> みんなの銀行もやってますけどねだから共済が悪かったうんじゃあ目の前にやれば稼げる、まあ、やればもらえるものもあるけどもこう考える人がいるとどう考えるかっていうと先ほど言った通り 1500円もらってもね、仕方ないじゃないですかと。何になるんですかっていう考え方ですよね。とか。うん、怪しいんじゃないのと,とか。うん。そんな使わないからとか。みんなの銀行解開設しても使わないからとか。セルフック、セルフバックやって、稼いだうちに入るんですかとか。 まあそういう考え方がある人はやらないですよね。でも稼げるんですよ。やればね。300万。<laughs> ずっと続けてる人は。じゃあ教材の話に戻しますけど、うん、どんなにいい教材だったとしても、 どんなに悪い教材だったとしてもどんな教材だったとしても稼ぎに行こうという考え方があるんだったらじゃあそれをどう使うかどういうふうにやるかっていうのを考えて実行するはずなんですけど多くの人はこれがダメだからダメあれはダメだからともし本当に誰がやっても稼げるっていうものがあったとしてもまあセルフバックはほとんどまあ 承認されない場合もありますけども、まあみんなの銀行とか、まあもう銀行口座作れない人も中にはいるのかもわかんないですけども、確率的には非常に高い話じゃないですか。じゃあ教材が悪いから稼げない。じゃあ教材が良くても稼げない。<laughs> 何なんでしょうね、久保さんね。誰がやってもある程度の結果が出るっていうものがあったとしても、考え方の違いでやらないんですよ。どうでしょうかね、これね。 っていうようよななんんか話をしたんですよでその方はまあ結局それやって1500円稼ぎましたみたいなね来ましたけどであのー、言ったらしいんですよだから僕がそういうね話をしてで1500円稼ぎましたでなんか会社の後輩に言ったらしいんですよ1500円もらえるよみたいなやればみたいなでそしたら後輩が言うわけですよ そんな銀行口座新しく作りたくありませんみたいな。<laughs> どうでしょうかね。目の前に1500円もらえるものがあるんだけど、あの、やらないっていうね。だそれは一般ですよね。今から YouTube やっても遅いよとかね。ネットビジネスうさんくさいよって考える人もいるし、うん、稼げる人は一部だよと。成功できる人は一部だよと。やっても無駄だよって考えるんだ人もいるわけじゃないですか。か結局、物事の捉え方なわけですよ。考え方で。 うんだからみんなの銀行も30万稼げたら30万もらえるんだったらどうですかやりますかやらないですかって話して <laughs> うん。じゃあ1500円は動かないけど30万だったら動くんですか ?100 万だったら動きますどうなんですかみたいなね <laughs>。多分多くの人は100万だったら動くよって言う,言うでしょうね。不思議ですね。1500円は動かない。でも1500円は動かないけど1500円は日々使ってる。ランチ行ったら。 お金1,500円かかりませんまあ吉牛3倍食えますよ1,500円あったらお金は使ってるけどお金を稼ごうとしてない何なんでしょうね <laughs> もらいに行かない非常にこれはまか不思議なアドベンチャーですね <laughs> うんだから僕はいろんな教材をねこの17年売ってきましたけどまあ久保さんもしっかりですけど 提供してる共済だったり提供してるサポート一緒なんだけど結果が違うわけですよだから違いをもたらす違いって何なのかっていうと違う考え方があるわけですよね違う考え方があって違う行動をするから違う結果が出るんですよね違いをもたらす違い違う思考がある違う行動をするだから違う結果が出る当たり前なんですよね <laughs> うん面白いっすね あと2日と考える人もいればうんあと100年って考える人もいるし、うん、まああと100年僕の場合は100年まで生きたら100歳まで生きたらあと何十年だ ?39 だから6161 61年ですよあと61年も生きないといけないなっていうね <laughs> じゃあ61年の金どうするみたいな考え方もあるだろうし ね、あと2日しかねえなっていう考え方もあるしあと2日もあるっていう考え方もあるしじゃああと2日もあるっていう考え方もする,するならばうーんやらないかもしれないですね夏休みの宿題でねいやあと2日あるからさまだまだ遊べるっていうねうあでもあと2日しかないってなれば、まあ、宿題やらないとってなるかもしれないし面白いですよね あと2日なのか、まだ2日なのか、あと61年あるのか。<laughs> 面白いですね、これね、久保さん。いってらっしゃい。